今日はゲストの方を来ていただいているということで、僕初めてなんですけど、はい、お迎えしたいと思います。村重杏奈ちゃんです。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。村重です。どうぞ。今日杏奈ちゃんがここに来てくれた理由は伺ってますか？なんか村重が今流行ってるものとか、うんうん、村重が教えてあげる。あ、シンプルに一旦お互い距離感ちょっと感じるじゃないですか。今めちゃくちゃ感じてます。本当ですか？はい、村重意外とあんま感じてないんですけど、はい、村重あんまアンナちゃんって呼ばれることないんで、なんかしげとかって呼んでほしいです。しげ、しげちゃんでもいいし。え、なんでアンナは嫌なんですか？なんかアンナはちょっと照れくさいんです。好きになっちゃってもいいんだったらいいですよ。あ、それはどうぞお好きに。え、いいんですか？じゃあアンナちゃんでいいですけど。アンナちゃん、はい。じゃあ村重はなんて呼んだらいいですか？いや、木村さんでいいです。え、木村さんがいいですか？いや、なんでもいいです。じゃあキムリン。リン。キムリン。キムリンどうですか？キムリンとアンナ。はい。OK です。やった。こんな感じで Z 世代はなんとかさんっていうのはあんまりなんか距離感を感じるので、あだ名とか呼びやすい名前で、ニックネームで、はい、はあはあはあ、呼び合います。じゃああれはアンアンは、アンアン、うん、全然いいですよ、表紙やりたいし。うん、アンアンにしよう。アンアンの表紙これで決まり。多分ね、来ないと思う。ひどい。だってキムリンはきっと、うん、その写真撮る時とかかっこいいポーズとかばっかりだと思うんですけど、うん、今トレンドのポーズとか全部教えてあげます。あ、ありがたいです。じゃあキムリンの世代の時に流行ってたポーズは何ですか？うんうん、ポーズってあんまないよね。なんかこういうのがちょっと流行ってたりとか。なんで下に向けんのっていう。これはギャルピ。あ、これギャルピ。ギャルがするピースです。じゃあこれは、あ、これチョリッス。チョリッスになるんだ。ちょっと前チョリッスって流行ってたじゃないですか。でもこれはもうちょっと古いです。いや、これは相当古いと思いますよ、うん、僕らの制服を着てた時に先輩の頬の横でこうやって、しかも笑ってなかったんですよね。へー、真顔系なんだ。みんなこうすごい澄ました感じで見てましたね。いけてたんだ、めっちゃ勉強になった、うん、笑わないっていうよりかはどこかちょっとやるんだったら着なよみたいな、ちょっと目つき、膝をちょっと抱え気味の顔の横に出しの、ちょっと相手を下からこう見上げる感じ。これでもなんか逆に流行りそう今。ああ、もしよかったら。っやってみてください。じゃあ分かった。じゃあ問題出します。はい、今流行ってるポーズで名前を当ててください。名前、名前、ほうほう、それ何してんの？今これ流行ってるんですよ。それ何してんの？顔にハートをつけてる。分かった。何ですか？美味しい時でしょ。写真撮るとき。写真撮るとき、今もうプリクラだったりとか、こう女の子とじゃ写真撮るとか、みんなこうやってるんです。なんか K-POP アイドルの男の子が、うん、歌いながらこうやってんの見たの。はい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 、こうやってて歌って最後にこうやってた、うん、それを見てどうしたんだろうって。でもなんか目線だったり、うん、曲の終わり方をなんとなく聞いてると、ファンの方たち、見てくれてる人たちに対する、うんうん、その愛情表現、うん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 、愛してるよっていうことなのかなと思ったんだけど、確かに K-POP の人が始めてから日本でもバズったポーズです。わかんないよね。じゃあ行きますよ。顔ハート、シーン。顔ハート、顔ハート、ちょっと前までこうやってたよね、よくね、うん、こうやってたり、なんかちょっとお、こいつ技持ってんなっていう人はこうじゃなくて、なんか、なんだっけ、これ
そうそう、それそれそれな待って、これか、全然違う違う、こうですよ、こう、こうピースしてこう、ピース、あ、これか、うん、これやってる、やってる、そう、これちょっと技持ってんなっていう人、うん、ちょっともう古いかも、これあと、これ多かったよね、あ、これも流行りましたね、指ハート、指ハートの次、顔ハート、え、その前にさ、これなかった、でっかいハート、釜山映画祭にお邪魔したんですよ、はい、そこにいた女性の方が、うん、僕に向かってこうやったんですよ、うんうん、僕の世代だと、はい大成功って言ってこうやってドッキリにかかった人を、お前かかってやんのへへへんっていう意味でこうやってたんですよ、うん、なんか俺バカにされてんのかなと思ってだこれがあってん、これ、うん、があってこれがあってこれがあってこれはあ、これもあるし、忙しい楽しい、でも楽しいんだ、楽しいです、これ実は漏れるんですよ、ん、なんか顔がちっちゃく見える、こうやってこうするのとこうだったらなんかちょっと漏れるんですよ、そうかな、うん、マジでそう、僕らがテレビを見ていた頃、うん、アイドルの方たちはこうやってなかった、あのなんかこうですか、ぶりっこポーズ、今考えてたら持ってたのかな、やっぱ女の子って盛ることしか考えてないから、他にも考えてんだろ盛れればいいんです、何でも、顔がこうちょっと細く見えたりとか、うん、こうやってちょっと面積を小さくするのが一番いい、手を使って、はい、あともう一個ありますよ、はい、今ね若い、まあ村重よりちょっと下の世代の子たちとかは、うん、結構みんなこういうポーズしてます、どうしたのそれは可愛くないですか、 どの辺が可愛いの、一回想像でどういう感じの名前か教えてほしいです、理由言っちゃったら多分分かっちゃうから、なるほど、さっきのは顔ハート、はい顔ハート、これは、スルメなんで、もう一回やってみて、ほらねえ、ひどい、うちらの流行りスルメだと思ってるんですかありえないんですけど、スルメじゃないの、違いますよ、全然可愛くないスルメは、え、何それ、これは糸シナモン今ね、糸シナモン、糸シナモンって言ってサンリオがめっちゃ今トレンドなんですよ、ピューロランド、ピューロランドもですし、ほんほん、今サンリオ総選挙とかやってて、サンリオ総選挙、はい、推しメンのキャラクターに投票してもう競い合ったりとかする世界線になっちゃってるんですけど、うん、その中でもやっぱシナモンが人気だから、こうやって愛しナモンって言ってポーズするんです、それは愛しい君とシナモンが合わさって愛しナモン、いや全然そういうことじゃなくて、ただ愛しナモン、意味ないのない、愛しナモン、へえ、意味がいらないってすごいね、うん、やることに意味がないんだよ、だってえ、なんか意味あることありますか、逆に、普通あるんじゃねやっぱポーズなんで結局は、うん、わざわざ、え、じゃあいつやるのそのポーズは、こういうのはプリクラ、愛しなもん、はい、別に集合写真でもこれアイドルの子たちとか結構やってます、集合写真で、はい、頭痛いのかなとか思われないのかな思わない、集合写真でこうやってんでしょ、だってでも笑ってるか、どうしたこいつって、あのプリントアウトした時にならないの、ならないですよ、へえ、アイドルのファンのおじさんとかは結構やっぱアイドルのトレンドに敏感だったりするんで、うん、割と愛しなもんポーズとかは主流、はっ、そうそうそう、みんなやります、あともう一個、はい、じゃあラスト、はい、さっきじゃあこう顔ハートしたじゃないですか、顔ハート、もう一個あるんです、愛しなもん、愛しなもん、でこれは、だからこれは2人で撮るときに使うやつなんですけど、グーしてもらっていいですか、キムリン、右手で、うん、うん、でこうやってツーショットを撮る、え、これでツーショットを撮るんだ、うん、でもそっちの意味合いはハートだよね、ハートです、半分のハートで、うん、こっちはグー、サムアップ、要はグー、グーです、これは愛おしい気持ちでしょ、はい、
がいい感じなんでしょ、うん、気持ちが成立している片思いではない両思いのカップル。うわめっちゃ逆。逆なの？逆。え、なんなの？これは片思いハートって言うんです。気持ちが成立してたらこうなんだ。ハートこうなる、ね、あ、これで取るんだ。でも成立してなかったらこうこう。あ、じゃあ、え、待って待って待って、今さアンアンがハート出したじゃん、うん、これはハート出してる方が思ってるってことなの？そうです。待って待って、でも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 、いやでもさ待って待って、そんな待って、ツーショットに深い意味はないですけど。いや、あるだろ。そんな大事ですか？だって片思いハートなわけでしょ。そう、ハートを作ってる方が気持ちを要は抱いてるってことでしょ、うん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 、でこれを出してる方がいや、あの普通、普通っていうかハートではない。まあ女友達みたいな。いや、そこまでの意味はないですけど、でもなんか、いや意味あれよ。じゃあハートしようとか言うじゃないですか、はいはいはい、こうやって写真ツーショット撮るときに、はい、シャッター鳴るちょっと前にってするみたいな。あ、向こうはこうやってんのに、そう、実は村重はこうしてる、アンアンはこうしてて、で写真 撮り終わって、うん、あーあれ、え、そうそうそう、何これ、こうやって二人で見てるときに、ねえなんで自分だけハートしてくんないのみたいなはあります、うん、片思いハートなんだ。はい、片思いハート。なかなか言葉にしづらいことを一瞬にして表現するんだね。まあ別に好きでもこうするときあるし。わかんねえじゃん。だから別にこれに深い意味はないんですよ。これにも意味ないんでしょ？意味ない。別にこれもそんな意味ない。ないの、うん、全部意味ないです。うちらみんな脳みそ空っぽなんです。それは感じるな。ひどい。へえ、すごい、なるほどね。うん、てってれーん。パン。パンです。10円パン。え？ 10 円パン？ 10 円パンです。ちょっと前に流行ったんですけど、うん、あの渋谷のドンキとかにあって店舗が、うん、めっちゃ行列でした。10円なの？10円モチーフです。お金。いや、モチーフは10円。これを買うときは500円するの。これ1個、うん、これ1個500円、500円するの、うん、あのチーズハットクとか流行ったじゃないですか。チーズハットク、うん、知らん。マジ、うん、チーズハットク知らないんですか？知らない。あのホットドッグをこうやってみんな伸ばしてたじゃないですか。知らん。ちょっと待って、じゃあ一から説明しなきゃいけないから、ちょっと面倒くさがるね。なんだよそれ。チーズハットク知らない人に初めて会った。知らん。ホットドッグの中にチーズが入ってて、それをこうビヨーンって伸ばすのが流行ってたんですよ。伸びるということはチェダーか。チーズ、チェダー、まあ、だからチェダー、うん、ね、うん、この中すごいたっぷりチーズ入ってるんですけど、え、そう、これをこうやってビヨーンって伸ばして撮影する。行くよって言ったら、待ってね待ってねって言って、カプってやって、うん、いいよって感じで撮る、はい。それには何の意味が？意味なんて、意味なんてない。ただチーズ伸ばして可愛いだけです。チーズ伸ばしてると可愛いの？可愛いでしょ。だってこうやってやるからここがすっきりして盛れるじゃないですか。いや、そう、うん、まあいろんな可愛いがあっていいか。食べてみますね。全然伸びない。これさ、チーズ入ってます？じゃあこっちかな。終わり、終わりです。これ冷めちゃってんじゃない？だから、あ、こうだ、ほらビヨーンって、ほら、ここここ、ほう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 、これをこうやってゆっくり食べていく、はいはい、でもうまいですね。そうね。明日の朝10円パン食べたいなって思う？明日の朝、うん。なんでそれを俺だけに聞くの？アンアンは食べたいと思う、うん、朝だよ、もう朝食べたい、これ食べたい。じゃあ差し入れにあったらテンション上がります？あったかかったら上がるかも。じゃあもう Z 世代で10円パンうまい、明日も食べたいって思えたら Z 世代ってことなの、うん、そこ基準？じゃあだから村重なんて適当だから
これ食べて、じゃあ明日も食べたくないってってなったら、もういい、 Z 世代最高ってなるって感じ。ははははは。これが別に10円パンじゃなくても、じゃあポーズどうするってなった時に、愛しなもんしようよって言えたら、うん、じゃあ Z 世代でよくない？よくない、うん、それはいらない。恋愛はどうしてんの？恋愛、うん、それはでもちゃんと真面目だと思いますよ。そこは好きとかお付き合いするとか、うん、そこはやっぱ男女共通、世代関係なく、うん、そう、愛系はちゃんとしてます。愛系はちゃんとしてんだ。愛系はちゃんとしてます。写真、自分を何かに残すその瞬間が割と何も考えてないのかな。なんか考えてました。このポーズを一つしてしまえば、うん、なんか影響するかもとか。写真を送る相手がサーファーの方だったりとか、ハワイの友達だったりとかするときには、自然にあ、じゃあ行きますっていうときに、それまで何にもしてないんだけど、撮りまーす、クシッっていう。あ、アロハ系ってことですか？アロハですけど、これいろんな意味があって、いや意味なくないとかいうのでは解決されないような意味が含まれてるっていう。すごい難しい問題になってきそう、このまま話し続けると。難しい問題になってきそうな気がしてきた。あ、かもな。そろそろ終わる？終わりでもよくないって感じで、うん、終わろう。終わろっか。もう少し距離を縮めるために、今からキムリンをいいとこに連れて行きます。あ、こっから移動するってこと？はい。ほうほうほう。カフェに行くんですけど。カフェ？そう、くのいち。くのいち？あ、知らないか。くのいちって何ですか？すげえぞ。え、くのいちって侍系、忍者系？忍者系。忍者系がいるカフェ？忍者系、しかも全員だからくのいち。くのいち。女。そう。じゃあちょっとエッチなお店ってことですか？呼ばれ方は多分姫と殿だからね。へえ、でもそっちもめっちゃ上がるけど、うん、気になるけど、村重も村重でちょっとクセ強めのカフェ用意してる。それどこにあるの？ここら辺。ここら辺。ここら辺にあります。一旦行ってみない？行ってみようか、うん、行ってみて考えよう。アンアンとキムリンの間で今日どうするっつって話して、うん、いやもう今日ちょっと終わっとくかって言って、でそういう判断に至ったらバイバイって終わるってことね、うん、全然いい。 なんか行ったカフェが全然その上がんない、バイブス上がんなかったら、うん、あ、俺無理だわって、もうバイバイでいい。オッケー。一つ聞いていい、うん、バイブスってなんだか理解してる？え、バイブステンション上がみたいな。テンション上が。楽しい。なんかうちらってもしかしたら、うん、めっちゃなんか頂上決戦でいいスパイスになって、うん、いいコンビかも。違うと思う。え、はい、ここです。着いた。着いた。 TYC。 これ何の略なの？何の略だと思いますか？手振ってる。やっほー。何？友達がやってるカフェ。友達がやってるカフェ。はい。え、それはアンアンの友達がやってんの？じゃなくて、誰でもいいんです。誰が行っても、うん、店員さんが友達なの。ほう。だからさっきもこうやってヤッホーって手振ってくれるんです。なるほどね。すごい楽しいから、とりあえず行ってみましょう。え、だってお客さん結構入ってるぜ。入ってます。そのじゃあお客さんと店員さんが友達なだけで、ほらほらほら、おいでおいでって、うん、まあ、店員さんは友達の設定なんでしょ？設定っていうか、いや設定だろ。だって知らねえもん。村重も今日ここに初めて来たけど、もうあの子は村重の友達の手ってことでしょ。だから手、なんすか、夢のないことばっか言うんですか。友達なの。現実を見ろ、現実をしっかりと。これ何回聞いても村重折れないよ。いやいやいや、俺も折れねえから。とりあえずだよ。行く？あ、うん、寒いしな。うん、一旦一旦、うん、やっほー。何手振ってんだよ。久しぶり。やっほーやっほー。こんにちは。やっほー。久しぶり。元気してた？自分は？ほんと？電話全然 LINE してくんないよ。今日2人。全然こっち座っちゃう。あ、じゃあいい、うん、そっち、うん、え、キムニーなんか、キムニーじゃない、キムリーなんか。さっきからさっきからお前ブレブレなんだよ。ここね。
お邪魔します。お邪魔します。元気だった？あ、よかった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 。友達が やってるカフェに来るとここに来てるみんなとも友達になれるということでいいんだよね、うん、みんなマブだち。あ、マブなのね、うん、マブ。俺のマブって深いぞ。私のマブめっちゃ浅いから二、うん、人でバランス取ろう。それはすごい伝わってくる、うん、大変そうだからすぐ出せるので大丈夫だよ、うん、確かなって美味しかったよね、うん、これがメニューで、これでうちらも友達風にオーダーできるってことですね。俺じゃあカフェラ、カフェラテだから、うん、確かラテ美味しかったよね。覚えててくれたんだ、うん、自分で考案したって言ってたやつってこれ。あ、そう、連絡したやつ。うわー、マジ飲みたい。マジで、うん、飲んでくれた、いい、okay、ありがとう。つってくるわ。友達設定だよね。うん、マジだよ。そこをちょっと相談しようか一旦ね、うん、あ、うわ、すごい。え、これ誰が作ったの？これうちの店長が作った。そのから好きやから。よく覚えてる。え、何年前だっけ？あ、5年前。そうか。あ、でも覚えててくれてありがとう。サンキューサンキュー。いただきいただきます。いただきます。怖いって言うこと多いんですか？多くはないけど、うん、男子からはそういうイメージが、同世代の人は全然そうじゃないけど、うん、なんて言われるのが一番嬉しいんですか？嬉しいのは単純にあのすごい憧れてますとかいうのは、その人のなんかその一部に自分がさせてもらってるんだなっていうのを感じるとすっごい嬉しい。へえ、村重も今度それ使っていい？どこで？なんかインタビューとかで言いたい。今カメラが回ってる以上やめといた方がいいと思う。いや、みんなバラバラだ。バラバラ。そこはカップルで来てるの？は2人はカップル、はい、一番奥はカップル。他行けよ。確かに。デートで友達がやってるカフェ来んなよ。確かに、村重もそれはちょっと思う。嫌かも、ここ連れてこい。それは彼女が誘ったのか？そうですね、私が。あ、彼女が彼氏にこういうとこあるから行こうよ。で、彼氏来てどう？本当にすごい斬新やな。え、奥のカップルはやっぱ彼女が？はい。あ、やっぱ彼氏の話がつまんないってこと？マイナスにすんなよ。違う。だってさ、違う、求めてるってことでしょ、周りの意見とかを。だから周りの意見じゃなくて、彼女の方からこういうとこあるんだけどちょっと行ってみないっていう。彼女も、奥の彼女も手前の彼女も今日初でしょ。初めてです。ほら、だからリピーターじゃないんだよ。こういうところがあるらしいからちょっと一緒に行ってみよう。まあ興味本位でね。興味本位の他何やる？でももし村重が彼氏だとして。え、別に彼女でよくねえ。違う、だから彼氏だとして、うん、ここリピするとするじゃん、彼女とデートするときに、うん、あれ、俺話つまんないのかなって思っちゃうかも。それはちょっとネガに捉えすぎだって。どっちなの？どっち？肯定なの？否定系なの？ね、すげえ来てみて思ったけど、うん、ある意味肯定だわ。うーん、肯定だってこんなトレーニングねえもん。トレーニングだもん、うん、いやカフェ、うん、いやカフェだけど、うん、カフェなんだが、そこで行われているコミュニケーションはものすごいよ。これ店員さんたちはすげえスキルがないと無理、うん、だからね、村重ここで働いたら上り詰めると思う。でもね、なんで無視するんですか、村重の話。いや、聞いてたよ。ここにアンアンがもしいたら、うん、ちょっとね、ちょっとほんのちょっとだけ濃い。もうちょっと静かな村重ってこと。だからどの人が来ても多分今のあんあんでしか多分返さないじゃん。うんうんうん。久々と、あ、これできたら、できたから一緒に食おうって言っちゃうじゃん。だからそういうところをもうちょっとこう、なんだろうな、
みんなレベルまでふってこう下ろしてあげれば超ハマると思う。セカンドライフこっちに変える？で今芸能界でこんな頑張ってんのに？頑張ってんのか。ね、毎日テレビ出てるよ。まあ それも最高だけど、テレビに出てない時のアンアンがどんなことをして何を感じて何を見て綺麗だなって思ったり、あの人素敵だなって思ったり、こういうことはすっげえ嫌なことを見て、あこれ絶対アンアンするのやめようって思ったり、うんうんうん、なんかそういうテレビに出てる以外のアンアンも多分超大事だと思う。え友達って拍手したっけ？すごいね。たっくんの言葉ってさ深いよね。深い深い。でも確かにそうかも。最近ちょっとあんあんこんな感じなんだけどどう思うってなったら、うん、じゃああんあんのマネージャーさんからうちのマネージャーに連絡入れて、うん、マネージャーさんからちょっと伝えてもらう。えここぞここ直じゃダメなんだ。なんで経由しなきゃいけないの。最後にインスタ映えしよう。インスタ映え。どうしたどうした。こうやってこうでしょ。こうはどう。インスタ映えしてるわ。これにしようよ。じゃあだってあこれギブリーはハート。なんだ。じゃあギブリーはハートだよ。そうそうそう片思いハート。じゃあこれね。俺も入るんかい。入るんかい。せーの、イエーイ。せーの。はい。ねえ。なんだよ。許さないよ。何よだ。ね違うじゃん。ギブリーはハート。いやだからさっき言ってたじゃん、うん、撮る瞬間にハートからグッて変えて、じゃあそれは女の子が変えたよねってこれ言う。今これでも楽しいじゃん。これでいいの。うんこれで。はいよ。はいポーズ。いやオーケーだ。オッケーです。イエーイ。ありがとうございます。楽しかった。せーの、バイバーイ。すげー終わり方。ありがとうございます。